EA グッドハーバー、その名もエターナルアリゲーショングッドハーバー。永遠に喋り続け、主張し続けて吠えまくる、他者の発言にかぶせまくるラテン系な熱い男、今宵も癖のあるニュース語ります。ステイホーム、パンデミック、 CBK ニュースワークサービス .com。 こんにちは、桜井ゆり子です。グッドハーバーさん、トランプさんが、はい、来るかもしれない、ということで、ね、バイデンの方はそれに対して危機感を募らせてるとは思うんですけれども、この、 ロシアとウクライナの戦争も何かやっぱり関係がありそうか。もうね、喉元すぎれば暑さを忘れてね、私たちなんかもうすでになかったかのように忘れてるかもしれないんですけど、うん、トランプさんが2016年に大統領になったんでしょ。2020年前の、ね、4年間前だ。彼は何をやってたかというと、まあ、アメリカンファーストを掲げたからアメリカのことしか考えてないとかいろいろ言われてたかもしれないんだけど、その前のね、8年間のオバマ政権時代の闇を払拭させようと思ってやってた部分が多大にあるんですよ。で、オバマ政権時代誰が副大統領でしたかって言ったらバイデンじゃないですか。で、バイデン副大統領時代にウクライナで何が起こったかって話なんですよね。で、あそこで2014年に新ロシア派の大統領が政変で失脚してロシアに亡命したりとかして、でそれを実は裏で操っていたのはバイデンじゃないかってもう当初から言われてたわけですよ。でこれトンデマロンで片付けられちゃってるんですけど、でバイデンの息子のハンター・バイデンがいる。だからウクライナで利権があったって話もね、これは今はっきり言って欧米のメディアはもう黙殺してるんですよ。だけどトランプはずっとそれを4年間言い続けてた。でウクライナは問題あるぞ、ウクライナは問題あるぞって言ってたのはトランプ大統領なんですよ。で考えてみたらその考え方って当時プーチン、ロシアのプーチンにとってはまさにそうだと思ってるわけ。だからプーチンとトランプの信頼関係は抜群にあったんですよ。で逆にバイデン側はいやそれは選挙にあたってロシアが仕掛けた裏でやってるんじゃないかってロシア疑惑があるって叩いてたでしょ。ほら皆さん見てくださいよ。だから今回まるでロシアがウクライナ侵攻してロシアは悪だって始まったかのように見えるけども、いやいや8年前からですねこういう関係があったっていうのは絶対忘れちゃダメなんですよ。ほら見ろ、トランプの言った通りじゃないかっていうのが私の今の認識です。そのトランプさん の、 そのロシア疑惑っていうのがあったと思うんですけど、あれ何なんですか。結局だからあれはバイデンの嫉妬心ですよ、うん、プーチンとトランプがうまくいってるって、だから米ロがうまくいっちゃうと困る人たちがいるわけですよね、うん、だからそのロシアを叩いておいてもトランプさんも出てこられないようにしようっていうのが今回の意図だから、だからバイデンさんの選挙対策でも11月に中間選挙ありますから、でその時にでもただなんかまあある意味ではでしょ、なんか共和党がものすごく勝つんじゃないかっていう話も今出てくる。それは何とも言えないんですけども、まあ民主党にみんなね問題があるって気づき出したかもしれないですけど、はい、中国にね、中国、はい、そのバイデンの、そうです、だからそれもあるんです、中国から共産党からもらってるっていうことで、はいはい、そっちのその闇の部分を、そうこれも消し込みたいですよ。そう消し込みたいわけ、はい、そのロシアの方に行くかなっていう、そうウクライナのことに全部関心を向けようと思って、うん、こっちの疑惑もだから関心向けさせないようにしてるっていうのもあると思いますけど、だからまあ人災ともね、はい、せっかく国連で言われてたことがね、はい、もう中途になってしまったりですとか、だウイグルに対する人権侵害とか、あれジェノサイド判定してた中国が問題だっていうのが、ウクライナの問題をが起きたことで全部そっちに関心が向くようにしてるっていうのもあると思いますから、あるってことだから日本は日本として日本の国益を守るために今やんなきゃいけないことは、そのウクライナにこんなに肩入れするよりもですよ、対中国とか北朝鮮とかあとロシアのな、ね、中を考えてこの三正面対策を取らなきゃいけないようなことにならないように今配慮しなきゃいけないんですよ。それは相手に気を使うっていうのと全く別ですね、逆ですね。やっぱり緊張感を持って付き合うような形で日本が日本としてやっぱり中立的な立場に取れるようにどうやって外交していくかってことに不信しなきゃいけないところに、こんなアメリカべったりだけの外交をやってると、もうだからアメリカが悪と言ったらそれは悪であって、なんか
ひたすらそれについていかなきゃいけないって形になっちゃう。多分ね、その、まあ、ウクライナで戦争が起きていて、はい、そしてその、まあ、北海道とか、まあ、沖縄とか尖閣とか同時に日本が攻められた時にバイデン助けられないと思うんですよね。っていうかやらないですね、多分ね、うん、あだ今まさにウクライナ見てるわかるけど、あの武器対応法と法律を作って、だから武器は供給しますと、だもう戦車も送るわ、ロケット砲も送るわってどん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 やるじゃないですか。でかなりの金額かけて、だから全部アメリカ国民に負担することになると思うんですけど、大丈夫だよね。でもそうやって結果的に長く戦争させようってしてるのは間違いなくバイデンの方です。で彼はだって思わず語るに落ちるっていうか、テレビで皆さんも見てると思うんですよ、この戦争は長く続く。なんか一言のようにバイデン大統領言ったの、皆さんあの年明けてからそういうふうにあの2月24日以降発言したのみんな見てると思うんですよ。あれは長く続くっていうんじゃなくて、この戦争は長く続けるぞなんですよ。あのこうちょびちょびこう軍を支援をするって一番この一番戦争で、あのそうそうそう、逐次供給っていうかね、軍事を供給してやって、結果的にロシアを長い時間かけて弱体化させようとか思ってやってることだと思うんですけども、その逆にそのそれは戦争ではあまりしてはいけないルールっていう、周りの国の影響を考えたらね、だって今はっきり言ってロシアとウクライナが対立したおかげで小麦の供給がままならないとか、ね、食料なんかこれから出てきて、まあ、物価が高騰してるでしょ日本でも、いよいよこれから本格的に、はい、いわゆるスタグフレーションっていってね、物が不足してるんだけど物価がインフレで高いっていうね、まあ、このとんでもないあの一番悪い状況っていうのが、まあ、もう目の前に見えてきてるんじゃないかなと思いますけども、やってはいけない方法だったのかもしれないですよね。だからこういうの後になってね、ああ悪かったなって気づくんじゃ遅いから、まあ警告を発するように言わなきゃいけないと思うんですけども、とにかくそのアメリカはこう被害が出ないように、まあ、そのウクライナで、まあ、戦場にすればいいという魂胆があるのかもしれないんですけど、少なくともですね、今ねあのコロナウイルスに関してもまだ自然現象かのように言ってますけども、まあ、中国武漢発生した経緯見る限り、まあ、人為的に介して作られたウイルスだった話はねもう出てるわけ でそれで今アメリカは確かあの今まででもう8000万人以上感染してるんですよね。でもう100万人前後の人が亡くなってるわけですよ。この100万人前後の人が亡くなっているって、第二次世界大戦だったらアメリカここまで死んでないですからね、まあ、これはもう歴史とした、まあ、だからアメリカは少なくともコロナを使った第三次世界大戦の敗戦国だっていう認識がバイデンにないんですよ。だからもうこれ致命的なんです。ずるずると、ね、でもうで今やってることが第四次世界大戦だっていう認識もね、ご本人がないかもしれない。世界中これからだから影響が出てくるね。あの、まあ、平和主義者的なことで言われて当選してきましたけれども、はい、一番こう戦争になってるという、だから差別意識もすごく強いんじゃないかなと思うんですよね、なんかね、はい、いつね日本の首都圏にミサイルが撃ち込まれるかどうか本当に分かんないんですよ、うん、その認識がないのは嫌ですね。もうパック3どころじゃないですから、もう本当に。だからあのね、武器がね進化してるじゃないですか。まあこれは私の個人的な考えなんですけども、あの成層圏でこう電磁パルス攻撃をするとかいう話を、電磁波攻撃の話も武器としてよく出るでしょ、あれ広範囲にわたって本当に全ての電力がある一定期間長期間本当にダウンしたら、もう日常生活全部麻痺する、金融関係も含めて全部麻痺するんですよ。でこれ日本シミュレーション起こしたことあるのかなって、今ね特定のあの金融機関がなんかあのシステム障害を起こしたぐらいでダウンしたとか言って大騒ぎして、しょうがないよなぐらいのことを一言で言ってますけど、これ全ての本当にそういうシステムそのものがダウンしたら、本当に今こんなに IT に頼っちゃってる現代社会成り立つのかなっていうね、こういう問題もありますけど、